じゃあ次に行こうか。はいよ、1、2、ready、go。今のありがとうね、止めてくれたよね。ごめん、今、こうちゃんのスケジュール見てて、見逃した。みそみだからどこだいららららららりらららら、あった。その直前に、ここか。ここ、結構止めてくれてありがとう。これもさっきみたいに止めちゃって。で、できたら当然止めてはダメです。OK、もうこうちゃん答え分かってるけど、ここ何が起きてる音楽的に、何をこうちゃんは感じてる？今までとの違い。ああ、そうそう、ディミネートするね、これ絶対。これがこれからどんどん下がってるもんね、音声が。でも何か感じるものない、ここ。何感じる？クライマックスっぽいよね。何かジーンとくるよね。それやってくれない？ここ、なんでこうちゃんがクライマックス感じてくれたかっていうと、今のここからね、これ、単調でしょ？単調なんだけど、劇的な単調じゃないよね。なんか悲しいって感じだよね。憂鬱って感じだよね。それがどうなった？今のところ。蝶々になった。で、ずーっと蝶々続いてます。それが単調に戻って、ただ単調に戻っただけじゃなくて、今度痛くない？これ。なんで痛いかっていうこの場。つらこれはうわつらこれはなんて痛い和音が続いてるの、ここ。こうやって和音で感じるとものすごい音楽の変化が感じられるよね。 OK、 先生最初にサスペンションの大切さを教えたよね、今日。こういうバッハの曲って、一つのラインと一つのラインでこういう風に書かれてるから、和音があんまり感じれないんだよって言ったよね。感じにくいんだよって言ったよね。ベートーベンのこれなんて。和音ですよ。全部和音じゃん。でね、これそれがないじゃん。だけど、それでも当たり前なんだけど、バッハは和声を。和音を感じて、弾いてくれたよね。だからそれをくっつけると、こういう痛い音になるわけよ。痛っそれ感じて、ここから行こう。2ページ目ね。1、2、3、はい。さすがでしょ。ほがらかに、いららら、いららら。同じところから。引いた上顎のそれ痛み感じてね、ちゃんと。ここまで OK。もうちょっと音に慣れてきたら、ここタッチ変えられると思う。よっ。サスペンションの練習に戻ろう。今日サスペンションものすごく進歩したって言ったよね。本当にそうなんだけど、一つ思ったのが、左手のサスペンションを右手みたいにやってなかったなと思った。だからまたごめんね、2行目に戻る。1ページ目の2段目か。これいいよね。でもこれはチェロだってビブラートつけたよ。ここからいこう。今回はチェロのサスペンションも。チェロのサスペンションも忘れないでね。で、今弾いたとこにもチェロのサスペンションがあったでしょ。今回の、これ今2ページ目の最初ね。今回のこの、これすごい大切なサスペンション。ただ単にサスペンションなわけじゃなくて、このタライラ、これによって単調が急に戻されちゃったの。ほがらかでしょ。単調に戻って、それが痛い音に行くわけよ。じゃあここから行こう。その3段階の変化、ほがらかからチェロのサスペンションによって単調が戻ってくる。どんどん陰りが濃くなって痛みに達する。やってみよう。ごめんごめんってことは、ほがらか、まるでこの人、いやらん。クレッシェンドしたいなら、盛り上げたいなら、肩と首の力抜かなきゃダメだよ。ここが硬直してたらスピードができないでしょ。スピードがここにないと大きい音出せないもんね。ここから足りないな。ちょっと聞いててね。体ちょっと今だけ冷静になって。ここ左手だけやろうか。ちゃんと上半身使って。さっきはね。